当教室では子どものクラスと大人のクラスがありまして、子どものクラスで硬筆と書道をやってます。で、大人のクラスではペン字と筆ペンと書道を教えております。大人の場合は見てその感覚をこう捉えられる方と、あとはここは1対1でとか1対2でとか言葉にした方が分かりやすい、そういう方に合わせながらやってます。書いてるところを真後ろからこう見てる時ってその人の本当の癖が本当に見えるので、やっぱり真後ろから見るっていうのが私は上手くなる一番の近道かなっていうのがやっぱりあるんで、あえて少人数でずっとやっていきたいなっていうのも思ってます。やっぱり学年によっても捉え方が全然違いますし、イメージでわからないところは擬音とかいろいろ使って一緒にこう書いてみたりとか、添削の時も一緒に先生の筆一緒に持ってっていう風にやって教えたりとか、もう感覚をつかませるっていう感じですかね。最初緊張してたんですけど、先生とお話ししてる間にだんだん緊張も解けて、とても明るくて本当にフレンドリーに接してくれて、じじじじ丁寧に事細かく教えていただいて、楽しく最後までやれたのでよかったです。まずは書くことにコンプレックスを持ってほしくないっていうのが一番ですかね。自分がすごい書けるようになったりとか褒められたりとか、そういうところで楽しさを見出してくれたらなっていうのは思います。